中西古墳は群馬県前橋市にある古墳。東大室町と西大室町にまたがる。大室古墳群の一つで国の史跡に指定されている。墳球長111メートルを測る大室古墳群最大の前方公園墳で主軸を北東89度に向けている。墳球は二段構築となっている。墳球の一部は地山を削り出して造成され、また、 噴球前面と北側の中津堤内側と南側の中津堤外側に吹石が施されている。噴球の周囲は縦型で二重の周合が巡らされ、北側と西側の内堀、外堀には渡りが設けられている。周合を入れた長さは170メートルに達する。全双子古墳のすぐ南側に前、双子古墳が隣接している。噴球北側からは、 噴球の森土を採取したくぼみが発見された。1878年3月に前、双子古墳と後、双子古墳の石室が発見、開港された際、中西古墳でも石室の探索が行われたが、発見には至らなかった。中包、噴球テラス、噴頂に、埴輪が樹立されていたと見られ、その数はおよそ3000本と推定されている。円筒埴輪と、 縦持ち人、友、大湯弓、影などの継承派庭が確認されているが、その配置はかなり偏っており、北側の中包からは、継承派庭は出土せず、人面付け円筒派庭一の実が発見された。このことから中西古墳は南側から眺めるように作られたと考えられる。中西古墳の派庭の態度からは、海面骨張り化石と結晶片岩砂流が、 検出されており、このことから、群馬県藤岡地域の窯で生産されたと見られている。文化遺産オンライン。文化庁。2017年10月8日閲覧。前原1995前橋市。国指定文化財一覧。2020年9月10日閲覧。ありがとうございます。